めちゃめちゃ乱入デブって流れてるけど。いやもう、わかんない。なんだろう。ていうか、俺もうそれ、ていうか、見たよ、俺、その、なんだろうな、なんか、その、切り抜きでさ、その、布団ちゃんがそれを見てるやつ見たけど、もう、わかんねえよ、俺は、だって。俺、加藤さんに知り合ったの、いつからだと思ってんだ。うん。知らない、知らない。うん。やめてくれって。うん。わかんないけど。すごいなってもう。いやでも俺もそういう時期あったからな、その何やっても叩かれるみたいな。うん、だってさ、その昔俺が話したやつあったじゃん、そのさ、あの上野公園でオフ会した時に、そのなんか二次会で、あの1万、その俺が2万円ぐらいかかったから、そのね、参加者に1人1000円ずつ、まあ割り勘は悪いから1人1000円ずつじゃあ回収しましょうかってことで、1人1000円取ったら完全無料のオフ会なのに、1人から1000円取ったって、お前はそれ詐欺じゃねえかよって言ってめちゃめちゃ暴れられたから、やっぱりね、そのなんだろうな、こういうツイッターとかそういうネットで声上げれば上げるやつほど多分やべえやつが多いから、あんま信憑性は薄くなるよなっていう。うん、やっぱ信憑性薄くなる、うん、だってネットでさ、そもそもツイッターなんかでさ、もう定期的に、その要は活動者とかでもないのにさ、定期的にツイートしてるやつなんてもうやばいじゃん基本的に。みんなまず健常者はみんなとか、健常者とかそのなんかキラキラしてる人たちは、まあ、インスタに行ってその残りかすみたいなもんが。そうそうそう、そのおからみたいなやつがさ、うん、わかんないけど、うん、いやわかんない、なんかバズるためとかさ、なんかそういう数字が欲しいからみたいなためにさ、なんかツイッターでさつぶやいたり、まあそれは俺もそうなんだけど、そういう活動者とかさ、そういう YouTuber とかってみんなそうじゃん。でもそうでもないのに、なんかもうひたすらなんかね、もう誰かの悪口をぐっち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 書いてる人たちがもうまともなわけない。うん、まともなわけないやろがって。うん、おう、うん、だからやっぱなんだろうな、活動者じゃない人はツイッターやめた方がいいと思う、本当に。なんか得るものはないよマジで、うん、フェミニスト批判かって。いや、フェミニストもツイッターはやんない方がいいだろ、角が立つだけだろうがそんな。うん、角が立つだけだろそんな。フェミニストほどツイッターしてほしくないわマジで。うん、なんか自分の中だけに留めててほしくない。うん、っていう感じだよな。いや、そう考えるとそうだよね。やっぱ俺にも結構さ根強いアンチとかいるけど、加藤さんはその何十倍も持ってるわけだからさ、やっぱすごいなって思うよな。うん、やっぱ抱えてるもんが違えわ。やっぱ母数が多いとね、やっぱその分やっぱそのね比例して増えていきますから、そういうやべえやつとかも。うん、って感じだよな。分かんないけど、いや俺ってそんな、そもそもさ、そのなんか会ったこともない人にめちゃめちゃ好きになったりとか、なんか動画とか見たりするけど、なんかそのそっからさ、なんか人間性とかにもさ、なんかメスを入れてくるじゃん、なんか視聴者って。なんかこんなことやってたの、別にさ、なんか動画が面白かったりとか、俺はその視聴者時代ニコニコで動画とかも、まあ、YouTube でも見るけど、なんかもうその動画とかやってることおもろかったら別にどうでもよくねって思っちゃうタイプで、それがなんかさ、なんかこんなことやってたなんてがっかりですとか、そこまで人間性までメス入れたことなかったから、会ったこともないし知らないのにさ、ただただ視聴者としての我々にその面白いコンテンツ出してくれればもうそれで満足なわけじゃないですか。うん、しかもさ、動画なんかで人間性わかるわけねえじゃん。だって別にさ、人間性っていうのはじゃあ何ですか、あの自分の醜い本心をいかにネットに出さないかっていうのが成人かどうかの証になってしまいますけど、それでいいんですか。だってさ、人間なんてみんななんかさ、その褒められない部分の一つや二つ何でもあるわけなんですよ。それが世に出ないように隠蔽するのが上手い人がネットで性格がいい人ってことになってしまいますけれども、うん、ダメですよそんな。うん、だって俺も性格なんて全然良くないし、うん、わかんないけど。そうだって、成人ぶればぶるほどさ、例えばそのソバルトさんだってさ、もともと結構そういうどういう系でやってたか、俺動画とか見たことないからわかんないけど、
多分結構そういう健全系な感じでやってたんじゃないですか、アイコンを見る限り。うん、でもそれほどいざなんかそういうなんかやべえことが出た時にそのね温度差でキーンってなるわけじゃん。でその分炎上もしちゃうと、だからヒカキンって本当によくやってるんだなって思いますよね。それを分かっていながらボロを出さないっていう、うん、すごいなって思うわけですよな。うん、いや褒めてるというかすげえって思う。褒めてるとかいうか普通にすげえって思う。うん、っていう感じだよな。うん、っていう感じだな。自分行くわ。了解。